皆さん、こんにちは。フレッシャーのりみち。本日はダニエル星名ゆうきがお伝えしたいと思います。思いを超えた祈りの答えということでお話をしていきますけれども、今、シャロームという介護施設で勤めております。8年前に上京したとき、なかなか就職先が見つからないときに神様に祈りました。どうか、あこの就職,就職先がわ、えー、かるように、 示してくださいとっクロの、えー、この、えー、就職先が見つかりますようにとお祈りしましたそして、えー、この求人情報を見るとシャロームという言葉が飛び込んでできたのです実は私その時、えー、シャロームというゴスペルグループをし、えー、ていたんですね そのシャロームという言葉がこの求人情報を見ると飛び込んできたのですそしてそのこのシャロームというのはですねこの障害児の施設だったんですこの面接この緊張してこの面接会場に行きまして面接をしますともう世間話をするように話をしてきたのです それに私も乗ってきてとても平安この平安というのはあのシャロームという意味なんですけれども本当に、えー、心の平安があってですねこのあ面接が終わりましたそして、えー、私の誕生日私との誕生日が来ました朝お祈りしてですね、えー、神様に何か神様からのプレゼントくださいと 行ってですね、お祈りしました。そしてその夜の集会に、えー、参加するときに電話が鳴ったのです。合格の電話でした。本当に感謝しました。そして、えー、その、えー、施設をですね、1年で、えー、1, 年1年ほど勤めて辞めなければならなくなったんですね。 そして1年違うところでで勤めててて再び東京に戻ってきたのですそしてまた神様に乗って「えー、就職先が見つかりますように」と「ダメ元でと」と、えー「またその施設にですね雇ってくれませんか?」と電話しますと2つ返事で、えー、受,け受け入れてくれました。 そしてまた再びシャロームで働くことができたんですそしてそれだけではなくて何回もゴスペルグループを呼んでコンサートが開かれたりゴスペル演歌を歌うことができて思いを超えた祈りの答えを見させていただきました本日はお話を聞いてくださりありがとうございましたそれではまた